惑星ベジータに今一人の男の子が産声を上げた。カカロット、これかバーダックの息子ってのは。ああ、やはり下級戦士の子供だな。潜在能力が全く低い。これじゃどこかの辺境惑星に送り込むしかないだろうな。そうだろうな。鳴き声だけは一丁前に大きいな。ところでバーダックはどうしているんだ。ん？ああ、やつなら星の地上げに行ってるよ。ここを立ってずいぶん経つ。そろそろ仕事が終わる頃だと思うが。ここか、今回の目標は。おめえら準備はいいな。楽しませてもらおうじゃねえか。始めるぞ。二人とも逃がさねえ。ちょっと抵抗しやがる。これじゃあっさりしすぎてつまらねえぜ。実力差がありすぎるってのも面白くねえな。もっと手応えがあるやつはいねえのか。こっちは順調だ。バダック、そっちは。この程度の相手、問題なんてあるわけねえだろ。それもそうだな。さっさと仕事終わらせて、惑星ベジータで自己廃しようぜ。まだ奥にわんさかいやがるようだ。黙りやがれ。全部片付けるんじゃねえぞ。セルタのやつ。この星はもう終わりだ。
け、はしゃぎやがって。西に400ちょっともらったぜ。星に住まう命がここに消え失せようとしていた。悪の帝王フリーザの指示のもと、サイヤ人はいくつもの星を侵略し滅ぼしていた。しかしサイヤ人たちは知らなかった。彼らもまた数奇な運命の中にあることを。これはその運命に抗い戦い抜いた悟空の父バーダックの物語である。暴れた後ってな気持ちいいぜ。もっと歯ごたえがあってもよかったんだけどね。違いね、次はもっと楽しめる場所だといいよな。なあバーダック。まあな。しかしよ、俺たちも随分と強くなっちまったからな。俺らのレベルに似合う星はなかなかお目にかかれねえかもしれねえな。おい、あまり調子のいいこと言ってんじゃねえぞ。てめえらなんてまだ三流だろうがよ。ああ、なんだと。せいぜい気をつけとけよ。勘違いしてるバカは隙をつかれてあっさり負けちまうからよ。てめえらはただ運が良かっただけだ。戦闘力の低い星にあてがわれてよ。そういうこった。まあせいぜいこれからも弱い者いじめをして楽しんでくれよ。てめえら、確かにおめえらが言う通り弱い奴らばっかりだった。だからよ、腕が鈍って仕方ねえんだ。ちょっと発散に付き合ってくれよ。お強いんだろてめえらは。望むところだ。おい、そこまでにしとけ。ったく、サイヤ人同士で喧嘩するんじゃねえ。でもよ、こいつらが仕掛けてきたんだぜ。気にすんな、ただのやっかみだ。最近調子のいい俺たちに対してのな。大体戦闘力で言ったら今のバーダックの方がこいつらより上なんだぜ。チッ、ほら、もう終わりだ。け、たくや、あいつら。もういいだろう。そんなことより次の仕事が決まったぞ。どこなんだい。カナッサ製だ。カナッサ製？そうだ。そこそこの文明を築いている星だが、戦闘能力は低いようだ。チッ、次も盛り上がらねえ仕事になりそうだな。そうでもないぞ。カナッサ星に到着した時の月齢はな、なんと満月だ。本当かよ。それってと大猿になれるってわけか。そういうことだ。思いっきり暴れてやろうぜ。一気に楽しみになってきやがった。おい、こっちに追加だ。じゃんじゃん持ってきてくれ。前祝いだ。盛り上がろうぜ。まったく調子のいいやつだ。戦慄する宇宙の星々、恐るべきサイヤ人の戦い。
おい、バーダック。バーダック、そろそろ起きてくれよ。なんだ、もう朝か。ったく、お前さん仕事があるんだろう。そろそろ準備した方がいいんじゃないのか。他の奴ら、もうとっくの昔に出て行ったよ。俺は置いてきぼりかよ。お前一度寝たらなかなか起きねえからだろ。飯代はつけといてくれ。いらねえよ、もうトーマからもらったからな。そうかよ、できる仲間がいて助かるぜ。ああ、そうだ。おい、バーダック。お前にも一応忠告しとくけどよ。ここ最近、施設の外で栽培マンが出没してるらしいんだ。栽培マン？栽培マンって、あの緑色の気味の悪いやつのことか？それそれ。何でも凶暴化してるとかどうとかで、人間を見かけたら襲ってくるらしいぜ。ま、お前なら心配しなくてもいいかもしれないが、気をつけとけよ。なんでそんな奴が、今までいなかったじゃねえか。さあな、栽培マンの突然変異が増殖したとか、フリーザ軍が撒いていったとか、いろいろ言われてるよ。はっ、なんだそれ。ま、根も葉もないデタラメな噂だ。とにかく外で見つけたら始末しといてくれ。仕方ねえな。次の仕事はカナッサ製だったな。適当にぶらついてポッと発着場に行くか。しかしあいつ、俺を置いてきやがると言ってどこ行きやがった。
が湧いてきた。この前の仕事は正直つまらねえもんだった。次の仕事は盛大に暴れたいところだぜ。力が湧いてきた。力が湧いてきた。力が湧いてきた。こういう施設の中ってのはどうも息が詰まって仕方がねえ。外で活動する方が俺の性に合ってんな。力が湧いてきた。力が湧いてきた。
との発着場はこの先か。早くカナッサ生徒やらに行って暴れていいところだ。さて、おい、そこのお前、ん、道を開けろ。ベジータ様がお通りになるぞ。ベジータ、呼び捨てにするな。ベジータ様だ。ほらほら、ぼーっとするな。さっさと道を開けないか。姿勢を正せ。チッ、来たぞ。ああ、おい、何をしている。はい、お待ちを。どうした。え、何かを気にしていただろう。実はスカウターのサーチ機能をつけたままにしまってたんですが、そしたらあの男に反応したんですよ。あいつ戦闘力1万近くでしたぜ。おお、それはすごいな。お前より強いじゃないか。きっとスカウターの故障ですよ。後で修理に出しとかねえと。だが俺の相手ではない。俺はさらに強くなる。全宇宙で誰にも負けないほどにな。へへへ、さすがはベジータ様、どこまでもついていきますぜ。いってらっしゃいませ。ふう、やれやれ、突然立ち止まるんだもんな。ドキドキしちゃったぜ。それにしてもあのガキ、相変わらずすげえ威圧感してやがる。確かにな。違うぞ、そのなんだあれだ、さすが惑星ベジータの王子様、うちのガキとは違うな、威圧感あるなと言ったんだ。ベジータ王子か。おい、聞いているのか。本当だぞ、本当に本当だぞ。ただの坊ちゃんかと高くくっていたが、どうやら違うようだ。ねえ、聞いてる？ん？あの、お願いだから誰にも言わないでね。無駄に時間を取られちまったな。まあいい、さっさと行くか。それにしてもあのベジータ王子、よう、バーダック、次はカナッサ星なんだって。ああ、しかも満月のタイミングなんだろ。サイヤ人にとっては最高のタイミングだよな。羨ましいよ。俺も一緒に暴れたいところだ。へっ、暴れるのは戦闘員の特権だぜ。おっせえぞ。いつも遅刻するのはお前の方じゃねえか。準備はできてるのかい。バッチリだ。
お前さんの食料も入れておいたからな。よし、それじゃあ出発するか。おい、バーダック。ん？ちょっとこっちへ来い。行ってこいよ。チッ、これからだって時に。何事だ。さあな。というわけで、ついさっき細かな生態調査が終わってな。残念ながら戦闘力はいまいちだが、間違いなくお前の息子だ。髪型がそっくりだぞ。くだらねえ、そんなことのために呼び出したのかよ。おい、会っていかんのか。俺にそんな暇はねえんだよ。これから楽しい仕事なんでな。なんてやつだ。何の話だったんだ。ガキが生まれたってよ。本当か。おい、さっさと出発するぞ。いや、しかしバーダック、せっかくなら会ってきたらどうだ。遅れるやつは置いてくからな。やれやれ。仕方ねえな、行くか。なんだ隕石か。わからん。ここがカナッサ星か。ふん、ちんけな星だ。満月まで少し時間あるな。そんじゃ本番前に体を温めとこうぜ。ちょうどお迎えも来たようだしな。おお、集まってきやがった。二手に分かれるぞ。俺とセリパはバーダックにつく。なんだよ、俺一人でやらせろよ。お前はやり始めたら周りが見えなくなりがちだからな。だから俺たちもついていく。チッ。ってことは俺とトテッポか。ああ、てめえもだ。調子に乗りすぎんなよ。どこから狙うかい。ひとまず町に近づいて様子を探ってみるとするか。ああ、よし、いいかてめえら、やるからには徹底的にだ。暴れっぞ。おいよ。ここの奴らはどれぐらい強いかな。ま、あまり期待はできそうにないが。はるばる来たんだ。少しは楽しませてくれねえとな。いや。はっし。少しは骨のありそうなやつだ。クズか。
さて、早速調べてみるか。ああ。町にはかなりの数がいるみたいだね。そのようだな。じゃあ、その町をぶっ潰しちまえばおしまいだな。それは間違いないけど、さすがにこの人数は大変だよ。町の周りにもいくつかまとまった反応がある。おそらく奴らの拠点か何かだろう。そこから狙っていくのが得策かもな。拠点を襲ったら町にいる奴らをおびき寄せられるかもしれないしね。回りくどいな。まあそういうな。満月までまだ時間がある。ゆっくりやろうぜ。チなんだって？ねえ。おう。どの拠点から狙う？バダック、お前がどうしてもすぐに町に突っ込みたいならそれでもいいぜ。近くに拠点がありそうだよ。どれぐらい集まってっか楽しみだな。少しは骨のありそうなやつだ。お前たち、さっきから暴れ回っているようだが、この町には決して手出しはさせん。生きがってんのも今のうちだぜ。相手が悪かったね。容赦しないよ。皆の者、金刺せを守るのだ。おお。さて、一仕事するか。ああ。貴様たちの好きにはさせん。必ずこの星を守る。やれるもんならやってみな。
貴様たち、なんでこんなことをするんだ。こんなことしてどうするんだよ。こんなところで。Oh!
るよ。私がやってやるよ。この星を守ってみせる。私がやってやるよ。私がやってやるよ。私がやってやるよ。暴れやがれ！
少しはいい運動になったね。俺はまだまだ暴れ足りねえな。結局大猿にならずにほとんど片付いちまったな。でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。満月まではまだ少し時間があるな。それじゃ夜になるまで残ってる奴らと遊んでようかね。ほっ、バーダック、時間だ。おう、てめえら仕上げだ。てめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまったな。息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。どうにでもしろと言っておくよ。ふん、そうかい。いや、しかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だがなんだってフリーザ様こんなチンケな星を欲しがってらっしゃるんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるって噂があってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーズ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。俺も油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知？何を言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわっ、ふざけ。
笑わせるぜ。俺たち無敵のサイヤ人が何を見て苦しむと言ってんだ、タグ。のう、バーダック。バーダック、おい、バーダック、しっかりしろ、バーダック。なんだ、おいおい、どうしたんだ、バーダック。フリーザ様、たった今カナッサ星を占領したという報告が入りました。ほう。予定より1ヶ月ほど早く手に入れることができました。誰なんだ、そのカナッサ星を攻め落としたって野郎は。名もないサイヤ人の下級戦士どもだ。サイヤ人？最近の奴らはよく働きやがるな。確かに目覚ましいものがある。特にフリーザ様が目をかけていらっしゃるあの王子のベジータなどはとてもガキとは思えない戦闘力だしな。それだけではない。一人一人では大したことない奴らも徒党を組むととてつもない力を発揮するようなのだ。へっ、お前何を怯えているんだ。いや、私はただこのままサイヤ人を放っておいてはかなり面倒なことになると思ってな。いつまたベジータのような奴が現れるかもしれんし、もしそんな奴らに徒党を組まれた時には。目障りになるというわけですね。はい。どうなんだ、やつは。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ねえ。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわぁ。バーダック、目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。嫌に現実味があるような。星の爆発、青い星に向かうポット、それにあのガキは。ぜっ、バカバカしい。うなされていたが大丈夫なのか。ふん、てめえらと出来が違うんだよ、出来が。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？畜生。俺を仲間外れにしやがって。惑星ミートか。すぐ近くだな。よし。おい、バーダック。未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわぁ。カカロット。
戦闘力たったの2か。クズが。惑星ミートにさっさと行かねえと、トーマたちに全部片付けられちまう。そうはさせねえ。はっ！しかし、カナッサ星から帰ってきてから、頭がどうもおかしい。あの時見えた爆発する星は何なんだ？それにカカロットのようなガキも。いや、まさか。そんなことあるわけがない。くそー。俺の頭、どうしちまったんだ。それにしてもカカロットのやつめ、あの戦闘力じゃただの役立たずにしかならねえ。早々に他の星に飛ばされるだろうが、そこで生き残れるかも怪しいところだ。
あいつら、待ってやがれよ。すぐに行くからな。よし、遅れた分はきっちり暴れさせてもらうぜ。どうだった？ゼロだ。
誰も生き残っちゃいなかったぜ。よし。これでミート星人は全滅ってわけか。バーダックのやつ悔しがるぜ。ああ、帰ってからの楽しみが一つできたな。置いていかれてかわいそうなバーダックさんのために慰めの一杯くらいおごってやるかな。俺も何かおごろう。やつのことだ。それこそ今頃こっちに向かっているのかもしれねえ。ありうるな。うお、怖い怖い。何言われるか分かったもんじゃねえ。さっさと引き上げるに限るぜ。へっ、そうだな。向こうに戻ったらガキの誕生祝いでもしてやるか。なんだ。え、あれは、うん、ずいぶんまた派手にやりやがったな、あいつら。やがった。やつら夢中になって暴れてやがるな。くっ、いって。バーダックか？ん？トーマ？どうしたんだ、言って。ここで何があった？バカな野郎だぜ。おとなしくおねんねしていればいいもの。そんなことより、まさかミート星人の中に。あんな奴らはすぐに全滅させた。それじゃあ誰がおめえたちを。フリーザだ。やつが裏切りやがったんだ。そんなバカな。惑星ベジータに帰還しようとした俺たちを、あいつらは狙ってきやがった。もちろん俺たちも必死に抵抗したさ。だが、セリパもバンブーキンもやられた。そしてトテッポも。なぜだ。なぜあんたたちが。さすがにしぶといじゃねえか、サイヤ人はよ。ドドリア。だがよ、もう少し遊ばせてもらわねえとな。なぜだ、なぜあんたたちがこんなことを。気になるか。そうだな、メイドの土産に教えてやるか。これはな、フリーザ様のご命令だ。何？フリーザ様は貴様らサイヤ人が目障りだとおっしゃってる。嘘だ。俺たちはずっとフリーザ様の命令通りに動いてきた。背いたことなど一度もない。それでも気に入られなきゃこうなるんだよ。散々こき使われた挙句がこれか。そういうことだ。フリーザの野郎は俺たちを利用しているだけだったんだ。俺はもうダメだ。
だが、このままじゃサイヤ人全員フリーザの野郎にやられちまう。いいか、よく聞け。すぐ惑星ベジータに戻れ。そして仲間を集めてフリーザを倒すんだ。やつにサイヤ人の強さを思い知らせて、いや、てめえら、今度は貴様の死ぬ番だ。侮辱すんじゃねえ。てめえら全員バラバラにしてやる。サイヤ人ごときが調子に乗るなよ。信じられない強さだ。俺の気が晴れるまでてめえらを痛めつけてやる。これで俺を倒せると思うんじゃねえぞ。まだまだ楽しませてもらうぜ。バカだ。少しはやるじゃないか。いつまでそうして笑ってられるかな。俺たちに勝てると思ってるのか。当然だ。全員国家みじんにしてやる。なんなんだこいつの強さは。このままバラバラにしてやる。あの世であいつらに謝りやがれ。まずい。このままだと今さら後悔しても遅いぞ。俺の仲間に手を出した罪、てめらの命で償いやがれ。2匹目。やっはっやっはっやっはっ。こんな攻撃手でもないぜ。余裕ぶっていられんのも今のうちだ。よくも俺の仲間たちを。悲しむ必要はねえぞ。すぐに地獄で合わせてやるからよ。てめら、くっくっくっく。所詮戦闘バカのサイヤ人だな。頭を使った戦いが苦手と見える。調子に乗るなよ。このまま消し去ってやる。覚悟しやがれ。これでおしまいだ。やっはっやっ。なかなかやるじゃねえか。間抜け面で笑っていられんのも今のうちだ。てめえ、ただで済むと思うなよ。それはこっちのセリフだ。てめえら全員に地獄の苦しみを与えてやる。ここまで苦戦するとは。あいつらの恨みはこんなもんじゃ晴れねえぞ。こいつ本当に最下級戦士なのか。そ
そろそろ終わりにしてやる。覚悟しやがれ。三匹受けてみな。はっ。これで四匹。許さねえ。てめえら全部。そんなバカな奴は最下級戦士のはず。レベルはどうあれサイヤ人には違いねえ。油断するな。行くぞ。ん？海王拳。どうしたカカロット。そんな程度じゃないだろう。うれ。まただ。くそ。俺の頭の中どうしちまったんだ。死ぬ。くっ、なんださっきから。こいつ勝手にうろたえてやる。チャンスだ、潰しちまうぞ。バカとバカ。それでもおめえらなんか敵じゃねえ。くそ、何なんだこいつは。なぜここまで強い。サイヤ人を怒らせた？どうなるか身をもって教えてやるぜ。クソ野郎ども。こいつ。サイヤ人ごときに。なめやがって。さっさとあのクズどものように死にやがれ。クズはてめえだ。ドリア、なぜだ、なぜ俺たちを。あっけなかったな。もう少し遊んでやってもよかったんだが。おいドドリア、帰還命令だ。はあ？すぐに我々と合流しろ。惑星ベジータに向かうぞ。わかった。フリーザ様は本当に俺たちを。こいつを打ち上げてくれ。打ち上げ目標は FX50 方向。名前はカカロット。なるほど。こいつがバーダックの息子か。ランクは最下級兵士。派遣先の惑星はと。久しぶりにこの宇宙で最高のショーが見られるのですか。綺麗な花火だといいですね。あれはフリーザ様の宇宙船。まさか
惑星ベジータへ。そんなバカな。ん？カカロット。どうした？バーダック！惜しかったな。たった今お前のガキを打ち上げたところだ。確か地球とかいう辺境の星にな。地球だと？なあ、太陽系の青い星だ。まあいくら下級戦士でも数ヶ月もあれば壊滅できる星だぜ。青い星。お前その体を治したら会いに行ってやるといい。しかしどうしたんだ？お前ともあろうものがそんなに傷を作って。確かミート星に行ったんじゃ。そうだ、あれは地球だ。間違いねえ。今まで見てきた夢は全て本当の未来。ということはまさか。おい、どうしたバーダック。そこに行けば仲間か。おい、お前ボロボロじゃねえか。なんだ、大丈夫なのかよ、お前。医者を呼んでやろうか。顔が真っ青だぞ。バーダックじゃねえか。他の奴らはどうした？おい、そんな体でどこに行こうってんだ。さっさと治療してもらえ。くそ、体が。まいったぜ。この前からぶっ飛ばしてやったんだよ。バーダック。
ほ、ホメラーク、俺と一緒に来い。フリーザを倒すんだ。は？何言ってんだお前。俺を信じろ、トーマも他の奴らも、みんなやられちまった。フリーザが俺たちを、惑星ベジータを消そうとしてるんだ。この星が消えてなくなるだと？大丈夫かお前。フリーザ様がそんなことするはずがなかろう。夢でも見てたんじゃねえのか。くそったれ。もう頼まん。てめえら全員地獄へ落ちろ。おいバーダック、ほっとけよ。あいつどうかしてるぜ。はあ、ええ、わしは今、お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見て、せいぜい苦しむがいい。やつにサイヤ人の強さを思い知らせて、いや、一人でいい、やってやる。やつを俺の手で、俺が未来を変えてみせる。未来への決死の抗い、たった一人の最終決戦。フリーザはもう近くまで来ている。い、急がねと。Thank you.
ふっ。これが本当の未来だっていうのなら、あのガキはカカロットってことなのか。くそ。まただ。カカロットが戦っていたサイヤ人はまさかベジータ王子か。なぜ二人が。くそー、本当にこんなことこの先起きるってのか。させねえく、させてたまるか。未来なのか。もうそれが何なのかわからねえ。これからの未来が見えるのはカカロットの未来だけ。俺の未来はどうなってんだ。まさかあの爆発に。いや、そんなことあるはずねえ。サイヤ人が滅びるなんてことは絶対に。
少しは骨のありそうなやつだ。なんだ？なんだ？いいぞ。まったく。やって俺の全てをかけて奴を倒す。
これがこの星の最後の眺めになりますね。フリーザ様！フリーザー！やつを止めろ！宇宙船に近づけさせるなよ！やつは手を入れ、仕留められるぞ！おめえらなんかに俺は止めらんねえ！あなたなら、こんなところでくたばってたまるか！なんてやつだ！なぜあんな体で戦えるんだ！貴様は止まらねえ！奴は一人だ！数で押せんだ！こっちに来れ！向かい撃つぞ！うん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 ！暴れやがれ！これ以上は行かせんぞ！出てきやがれ！俺は貴様が許せねえ！てめえ、まさか生きてるとは思わなかったぜ。なめた真似しやがって！ドドリア！今度こそ確実に始末してやる。ここで貴様を倒し、あいつらの仇を討つ！今さら何言ってやる！お前を含め、サイヤ人ども全員、フリーザ様に消される運命なんだぞ！消されやしねえ。俺がフリーザを倒すんだからな！ゴミ不正で！寝ぼけたことを言ってんじゃねえぞ！やっ！はっ！なんだと？うっ！おい！うっ！うっ！戦うほど強くない。俺たちをなめんじゃねえ！出てくるぞ！
俺の体はまだ動く。こいつ、リュウスロー、しぶといやつだ。相手がドドリアだろうが何だろうが、フリーザを倒すまで俺は止まらねえ。今掃除の最中だぞ。その場から下がれ。フリーザ様が出られる。フリーザ様が？早くしろ。巻き込まれても知らんぞ。くっそ。引き返しやがった。なぜ？フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様、なぜ一体。フリーザ、ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあいらっしゃい。フリーザー。裏切りやがったおめえは、おめえだけは絶対に許しちゃおうかね。裏切りとは言いがかりも甚だしいですね。そのような言葉は対等な者同士で使うものです。私とサイヤ人の皆さんはただ上下関係になっただけ。下の者は上の者に絶対服従でしょう。例えば私があなたたちの滅亡を望めば、それは絶対です。また未来が。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。さっきのはまさかフリーザーなのか。そしてやつの前に立っていたのはカカロット。どういうことだ。二人は戦うことになるってのか。これだけ手加減してその調子ですか。なんと脆い。お楽しみはこれからです。威力を見せてあげましょう。外れだ。ほんの挨拶代わりです。なんと！くそ、こんな時に。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。
本当にこれは未来なのか。動きを見せてあげましょう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 。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。地獄を見せてあげます。地獄を見せてあげましょう。ほんの挨拶代わりです。なんと、地獄を見せてあげましょう。地獄を見せてあげましょう。未来だというのなら、惑星ベジータは、それに、俺は威力を見せてあげましょう。威力を見せてあげましょう。威力を見せてあげましょう。また未来が。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。さっきのはまさかフリーザなのか。そして奴の前に立っていたのは、カカロット。どういうことだ。二人は戦うことになるってのか。俺たちを裏切りやがったおめえは、おめえだけは絶対に許しちゃおうかね。裏切りとは言いがかりも甚だしいですね。地獄を見せてあげる。例えば私があなたたちの滅亡を望む。それは絶対です。こんなところで、くそ、こんな時に。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。本当にこれは未来なのか。やはり私が気にするほどの脅威になりうるとは思いませんね。ですが、わずかにでもその可能性がある以上、消えてもらうのは仕方ないでしょう。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。地獄を見せてあげまして。もし今のが未来だというのなら、惑星ベジータ、それに俺は
残念だ。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。記録を見せてあげましょう。記録を見せてあげましょう。お楽しみはこれからです。記録を見せてあげましょう。記録を見せてあげましょう。ほんの挨拶代わりです。ハウス、イエス、ハウス、イエス、ハウス、イエス。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。ふざけんな。俺たちはずっとあんたの命令に従い仕事を暮らしてきた。それなのによくまあ。ご褒美の時間は終わりです。うわっ、うわっ、さっさと仲間たちのもとへお行きなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。うわてめえだけは、てめえだけは絶対に許さねえ。うわ、ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命、これで最後だ。サイヤ人。
カカロットよ、この俺の意志を告げ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。尻尾のある赤ん坊か。ほほほ、こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。いたー、こりゃ元気のいい子じゃ。よし、お前はこれからこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、そうじゃな、悟空じゃ、孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。そーれ、そーれ、そーれ、そーれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。光る雲を突き抜け Fly away。地球が起こって火山を爆発させる。溶けた氷の中に恐竜がいたら玉のりしこみたいね。Shut up! 頭空っぽ。
惑星ベジータのベジータ王子。幼少より類まれなる戦闘力を有し、同族のみならずフリーザ軍の中でも注目を浴びる存在であった。しかし彼もまた数奇なる運命を歩み始めることになるのである。これはその始まり、果てしなき物語の一端。俺を退屈させんなよ。死ぬ気でかかってこい。できたまねを。栽培マン相手ではこの程度が限界か。つまらないな。もう終わらせてしまうか。ふざけた真似を。ふざけた真似を。もう終わりか。バカな、あの強化栽培マンたちを。何がバカなもんか。ベジータ様はあれでも手加減しているぐらいだぜ。末恐ろしいガキだ。終わったぞ、早くゲートを開けろ。了解。さすがですな。くだらんおべんちゃらはよせ。こんな星にいたんではちっとも強くなれない。フリーザ様にどこかまた占領する予定の星を一つもらえるようねだってみるかな。またですかい。ん？よう、ベジータ、今日もつまらんトレーニングか。ずいぶんとお暇なんだな、サイヤ人の王子様は。な、キュイ、貴様こそ暇なようだな。そのつまらん俺に会いに来るほどにな。し、相変わらず口の減らねえやつだ。せっかくお前の相手をしてやろうと思ったのによ。相手だと？貴様がか。なあ、そうだ。知ってるか、ここ最近俺様とお前とがライバルだって噂されてるって。よ、どうやら戦闘力が近いからってことらしいが。冗談きついぜ。この天才キュイ様と、たかがサイヤ人の王子様とがライバルだなんてありえねえぜ。なあ、たかが。今の言葉はベジータ様に失礼では。俺はベジータと話してるんだ。三下は引っ込んでろよ。どうだ、ここらで白黒つけとかねえか。どっちが上かはっきりさせようぜ。いいだろう。しかしベジータ様はさっきまでトレーニングを。かまわん、あれは準備運動に過ぎん。それにこれくらいのハンデをくれてやった方が奴のためだ。ちっ、つくづくイラつかせやがるな、てめえは。だが、そんな口を聞けるのも今日までだぜ。準備が整いました。いつでも始めてください。
やりすぎちまうかもしれねえ。死ぬ前にちゃんと降参しろよな。その言葉そっくりそのまま返してやる。目の力を見せてみろ。その全てを俺が上回ってやる。大した度胸だな、キュウ。その根拠のない自信だけは評価してやってもいい。口の悪い野郎だ。イラつかせやがる。お互い様だ。浮き止め。こうやるじゃないか。し、余裕かましてやがるな。こいつ、これほどまで。俺と貴様がライバルという噂が流れているんだったか。だがこの程度では話にならんな。貴様はたかがサイヤ人の王子にも劣る存在だ。こんなことを、こんなことを。邪魔見ろ。所詮お前は俺より弱いんだ。この程度で大げさに喜びやがって。そんなバカな。なぜお前ごときがこれほどの力を。俺はこれまで絶えずトレーニングを続けていた。たとえ栽培マンのような雑魚相手でも少しでも強くなるために手は抜かずにな。貴様のようにぬくぬくと過ごしていたわけじゃない。お前は俺より弱い。わかったな。いいだろう。今回はこれで見逃してやる。今回はてめえがトレーニング後ってことで少し手加減してやっただけだ。次は必ず貴様を潰す。手加減抜きで本気の力でな。次とは言わず今でも構わんぞ。俺はこれから仕事があるんでな。貴様の相手をしてやる暇はもうないんだよ。いけ、覚えている。近いうちに必ずお前をズタボロにしてやる。あの、もうよろしいのですか。くせえ、俺は忙しいんで。いやー、正直スカッとしましたぜ。やつがくだらんことを言うから立場の違いを分からせてやっただけだ。サイヤ人の恐ろしさを味わって今頃きっとめちゃくちゃ悔しがってますよ。だが奴の実力は偽物ではない。おそらく次に会う時はさらに強くなっているだろう。そうでなくては奴の存在理由はない。俺が強くなるためにせいぜい利用させてもらう。そのためのライバル関係という言葉は案外都合のいいものかもしれんな。おお、さすがはベジータ様。そこまで考えているとは。あのベジータ様。なんだ。実は先ほどのトレーニング中に連絡が入っておりまして、地上げに向かう次の目的地が決まったようです。おお、いいタイミングだ。久しぶりに大暴れできるぞ。腕が鳴りますぜ。出発はすぐになさいますか。それなら私の方から係員に連絡をしておきますが。いや、その前に挨拶に行く。挨拶？誰にですかい？なんだ貴様、何しに来やがったんだ。ここは貴様のような奴が入ってこれる場所じゃないんだぞ。俺はフリーザ様に出発のご挨拶をしに来ただけだ。
その必要はない。さっさと言われた星の地上げをしてこい。いいんですよ、ザーボンさん。フリーザ様。ベジータ、しっかり働いてきてくださいね。ありがとうございます。ほっ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 、礼には及びませんよ。フリーザ様は何と？しっかり働いてこいとのことだ。はは、しっかりとね。え、ま、ベジータ様と俺なら問題ありませんな。まだ到底及ばん。だが、必ず。それでは発進します。お気をつけて。さて、どうやって攻めていきましょう。大した戦闘力はないようですが、かなりの人数が一箇所に集まってるようです。ほう。その他にもいくつかまとまった反応がありますぜ。そこを攻めて力を分散させてもいいかと。まあいい。いずれにしても今回は別行動だ。ナッパ、お前は俺とは逆側に攻めろ。いや、しかしそれだと距離が離れすぎて互いにフォローができませんぜ。フォローなどいらん。ただ突き進めばいい。ははあ。もしこんなところで死ぬのなら、そこまでの実力ということだ。脆弱なサイヤ人など必要ない。わかるな？はい。そろそろ始めるとするか。いいな、手加減はするな。サイヤ人の力を存分に発揮しろ。行くぞ。はい。さて、どこから遊んでやるかな。この俺に狙われるとはつくづく運のない奴らだぜ。ザコメ、ザコメ、楽しませてもらおうか。力が湧いてきたぞ。楽しませてもらおうか、ザーコメ。楽しませてもらおうか、ザーコメ。力が湧いてきたぞ。力が湧いてきたぞ。
ゴミどもがうじゃうじゃ言いやがる。ここを潰せばこの星の制圧は終わりだな。逃げても無駄なのは知っているようだ。遊んでやるか。地獄を見せてやろう。もろい奴らだ。まるで手応えがない。消し去ってやる。愚か者が。
痛い痛い痛い。消し去ってやる、愚か者が。お前して俺に怯えてやがる。そんな気持ちでは俺を止めるなどできん。この星ももう終わりだな。Yeah!
消し去ってやる。愚か者が。お前死ぬ。つまらん星だった。ナッパ、戦況を教えろ。ああ、はい。まだ交戦中ですが、8割方片付いたかと。そうか。ならそのまま最後まで潰せ。こっちももう終わる。了解しました。締めだ。ふう、終わったか。あとはベジータ様と合流を。あ？フリーザ軍からの連絡か。珍しいな、向こうから連絡をしてくるのは。ナッパだ。ああ、聞こえるぞ。ベジータ様、聞こえますかい？なんだ？様より通信が入りまして、何でも惑星ベジータが消えちまったそうです。ほう、それで？原因は巨大な隕石が衝突したとかで、生き残ったサイヤ人も
俺たちを含むごくわずかだとか。ふーん、それで？いや、別にそれだけです。この惑星もほぼ全滅だ。フリーザ様にもう少し手応えのある星をお願いしなければな。この時は惑星崩壊の真の原因について知る由もなかった。しかし意志への疑念を覚えたベジータはさらなる強さを求め戦いに身を投じ続けるのである。巨悪フリーザ、そして下級戦士カカロット、三者三様の思惑が交わる来るべき未来に向けて。